皆さんこんにちは。長崎市長の田上富久です。 IPB をはじめ NGO、 労働組合、コミュニティグループ、市民の皆さんに長崎市民を代表してメッセージをお送りします。1945年8月9日午前11時2分、長崎の町は一発の原子爆弾により一瞬にして壊滅的な被害を受けました。7万4000人の尊い命が奪われ、7万5000人が負傷しました。かろうじて生き残った人々も心と体に癒すことのできない深い傷を負い、今もなお多くの方々が放射線による後遺症に苦しんでいます。核兵器の脅威を身をもって知る被爆者は、自分と同じような体験を世界中の誰にも二度とさせてはならないと自らの痛ましい体験を語り伝え、核兵器廃絶を訴えてきました。しかしながら、被爆から75年が経過し、体験を語っていただける方が年々少なくなり、被爆者のいない時代が刻々と近づいているのを感じています。私たちは今、新型コロナウイルスという命を脅かす人類共通の新たな危機に直面しています。新型コロナウイルスと同じように、実は核兵器の問題も私たち一人一人がその脅威に直面している当事者です。そしてその脅威は大変深刻な状況にあります。情報に触れることが少ないために、当事者だと気づきにくいかもしれませんが、今こそ自分の身近な問題として核兵器のことを考え行動することが重要です。核兵器のない世界は可能であり必要である。昨年11月に長崎を訪れたローマ教皇フランシスコ大火は、上空500メートルで原子爆弾が炸裂した場所である爆心地で、この冥界で力強いメッセージを全世界に向けて発信されました。そして核兵器のない世界を実現するには全ての人の参加が必要ですと述べられました。この教皇の言葉を糧に、一日も早い核兵器廃絶の実現に向けて、私たち市民社会が力を合わせ、粘り強く声を上げ続けなければなりません。皆さんの一つ一つのかけがえのない行動がたくさん集まって、大きな流れを作り、平和へとつながっていきます。被爆から75年という節目の今年、皆様が長崎市民と平和への思いを共有し、今後とも核兵器廃絶の声を大きく発信していただくことを期待しています。ありがとうございました。